これより、神保林歌の準備を行いたいと思います。神保林歌の鶴見神社の玉鶴のですね、ご紹介をさせていただきます。に伝わります。鶴見の玉釣りはおよそ814年前の鎌倉時代よりこの鶴見の地に受け継がれてきたもので、農民が年の初めにこの1年の豊作を祈願し、神保林歌と呼ばれる歌唱に乗せて、くわ入れ、縄代作り、手なめつと、鳥追い、稲刈りと稲作の一連の所作を行って五穀豊穣をあらかじめ祝うという御祝行事であります。鶴見神社は古くは杉山大明神と呼ばれており、これを杉山祭として玉釣り祭事を行ってまいりました。
こういうなんか玉手でってね、こういう催しをやってるのが一番いいんだよね。